球は2030年からミニ氷河期に入るのか？日経ビジネスより。2030年頃から地球はミニ氷河期に突入する。A ウェールズで2015年7月9日に開かれた王立天文学会で英国の研究者が驚くべき発表をした。今後15年ほどで太陽の活動が 60% も減衰するというのだ。 A テレグラフ紙を含めたメディアはミニ氷河期に突入というタイトルで記事を打った。氷河期といえば、一般的には地球が長期間にわたって氷に閉ざされるイメージがある。海や運河が氷床に覆われて、人間や動物の生活に大きな支障をきたす印象がある。研究発表をしたのは、A ノーザンブリアン大学の、プアレンティナ・チャルコブア教授。太陽の内部にある磁場の変化によって、ミニ氷河期が訪れる可能性を示唆した。同教授によれば、太陽内に2つの異なる、磁気波があることを発見。2波は周波数が異なるが、両波ともに11年周期で変化するという。チャルコブア教授は両波をもとに太陽活動の動きを探る、新しいモデルを確立した。精度は 97% だという。これまで太陽の活動を探るには、黒点の数を調査する方法が一般的だった。黒点周辺で爆発現象が多く起こるため、黒点が多いと太陽の活動は活発になる。天文学者の間では、1755年に始まる太陽活動を第一太陽周期とする黒点調査が一般的だ。現在は第25太陽周期に入っているとされる。ただ周期の長さは10年から12年でばらつきがあり、変動を的確に説明するには多少の無理があったとされる。エルちゃん、A テムズ川が再び完全に凍結する？チャルコブア教授は新モデルを使い、2030年に始まる第26太陽周期で、太陽の活動が著しく低下することを予測。記者会見で次のように説明した、第26太陽周期で、3つの磁気波はまるで鏡に映されたように相殺し合い、地球は、マウンダー極小期、のような状況になると推測できる。マウンダー極小期、1645年から1715年まで続いたミニ氷河期で、黒点の数が著しく減少したことで知られる。地球では寒冷化が進んだ。黒点を研究した天文学者エドワード・マウンダーにちなんで、マウンダー極小期、と呼ばれている。この時期は、A テムズ川が完全に凍結したことでも知られる。米ニューヨーク市ではニューヨーク湾が凍って自由の女神やスタッテン島まで歩いていけた。またアイスランドは周囲が海氷に閉ざされたため、貿易や漁業に大きな被害が出た。飢饉に見舞われて人口がほぼ半分になったとの記録さえある。こうした話を耳にすると、ミニ氷河期が日本に訪れた時のインパクトも計り知れない気がしてくる。エルちゃん、ミニ氷河期の到来を断言はできない。チャルコブア教授はメディアの報道に驚きを隠さない。世界中のメディアが、ミニ氷河期が来る、といったトーンで報道したことに戸惑い、後日、気候変動には言及していません、と述べた。ただ、気候に変化があるという予測には多分同意しなくてはいけないでしょう、とも述べており、教授の発言には矛盾を感じないでもない。学者として研究内容を数値で示すことはできても、15年後に地球規模で寒冷化現象が起こるかどうかは断言しづらいということだろう。エルちゃん、イヌイットに伝わる氷河期の周期。筆者は氷河期について、過去に興味深い話を聞いている。米アラスカ州北端に位置するポイントバローという町でイヌイット、先住民族、を取材した時のことだ。生存捕鯨を行うためにカヌーで北極海に漕ぎ出していた男性は、何ら迷った様子を示すこともなく氷河期について話をした。イヌイットの間では、氷河期の周期は5万年と言われている。最後の氷河期が終わってからすでに1万年以上が経っているから、現在は干氷期だ。地球温暖化の話が出ているが、
干氷期だから地球の気温が上昇するのは当たり前だろう。あと数万年経てばまた氷河期がやってくる。イヌイットは民間伝承という形で、過去の出来事や史実を子孫に口頭で伝える文化を持つ。アザラシの怪我は起きたこの男性は、5万年という氷河期の周期について、間違ってはいないはずだと自信を持って語った。氷河期には数万年の短期的なサイクルのものと、5億年ほどの長期的なサイクルのものに分類できるようだ。長期サイクルを見れば、地球が誕生して以来、氷河期は4回あった。最古の氷河期は24億年も前だと言われる。短期サイクルを見れば、過去300万年の間、氷河期が終わって次の氷河期が来るまでに4万、10万年の年月がかかっている。科学の世界ではすでに、地表の調査などから過去の氷河期が特定されており、イヌイットの伝承として聞いた、5万年という周期は大きくは外れていないことがわかっている。エルちゃん、ジャルコブア教授の論文とは反対の説もあり、氷河期が到来する要因はいくつもあると言われる。原生代後期の氷河期は大気中の二酸化炭素の減少で始まり、増加で終わったようだ。また大陸の移動によって海流に変化が生まれたことも要因の一つとされる。さらにヒマラヤ山脈の隆起が大気の寒流を変化させ寒冷化を進めたとも考えられている。今回、注目されているミニ氷河期は二酸化炭素の増減や大陸移動より、太陽の変動によって起きるという報告がある。ミニ氷河期が本当に来るのかどうかは不確かなところだ。米ワシントンポスト紙は14日、ジャルコブア教授の論文は査読されていないと指摘した。査読は、同じ分野の専門家から評価やチェックを受けるシステムで、学術論文を学会誌などに掲載するときには必ず減るプロセスである。さらに、イフルサイエンス、という科学誌は、ミニ氷河期は15年後には多分来ない、というタイトルの記事を、ジャルコブア教授の論文が発表された直後に掲載した。寒冷化を心配するよりも、二酸化炭素の増加がもたらす温暖化の方が深刻であるとの論点だ。エルちゃん、果たしてミニ氷河期は来るのか？2030年になった時、ミニ氷河期が本当に来た、ということになるのか、それとも、外れでした、ということになるかはわからない。実は同じような予測が2009年にも出ていた。だが、ミニ氷河期、は訪れなかった。2009年の騒ぎは、ベルギーにある太陽黒点データセンターの予測が基礎になっていた。黒点の多さを示す相対数が2008年の 2.9 から、2009年4月には 1.2 に減少した。過去100年を眺めると、最低だった1913年の 1.4 によりも低い値で、ミニ氷河期がすぐにも到来すると噂された。朝日新聞も2009年6月、弱る太陽、活動200年ぶりの低水準、というタイトルの記事を掲載。このままだとミニ氷河期に入る可能性がある、という研究者の予測を載せた。だがミニ氷河期は来なかったどころか、一般市民の脳裏からもすぐに消えた。今後15年が経ち、テムズ川が再び凍結したりニューヨーク湾が凍りついたりする事態になるかどうかは、現段階では、誰にもわからない、というのが正確なところだろう。この記事は日経ビジネスオンラインに、2015年7月22日に掲載したものを再編集して転載したものです。記事中の肩書きやデータは記事公開日当時のものです。